ここで話をするのは、リチウムイオンバッテリーとか電気二重層キャパシタにおけるセルバランスの必要性についてです。セルバランスの必要性について説明をする前に、まず、ばらつき、セル電圧とか SOC にばらつきが生じる、原因とかについて話をしていきます。それとあと、そのばらつきによる悪影響です。で、悪影響といっても、様々あります。例えば、過充電とか過放電の恐れ、劣化の加速的進行、そして重放電可能エネルギーの低下といった、様々な悪影響が発生します。で、その後にそのばらつきの発生要因について詳しく話をします。セルのアンバランスが及ぼす悪影響ということで、まず過充電過放電の恐れについて話をします。このスライドの例では、4直列のセルの初期の充電状態、すなわち SOC が40、60、40、40とばらついた状態から充電器を使って直列に充電することを考えます。この時、直列に4つのセルは接続されているので、均等に電荷が溜まっていきます。そうするとこのように80、100、80、80といった具合に充電が進行します。この時、下から2番目のセルが先に 100% の充電状態に達するので、これ以上このバッテリー全体としては充電することはできません。 100% のセル以外のセルはまだ 80% の充電状態なので、本来充電することはできるんですけれども、下から2番目のセルがすでに 100% に到達しているので、バッテリー全体としては充電することができなくなってしまいます。これを強引に充電をしようとすると、この下から2番目のセルが過充電状態になり、火を吹いたり、あと最悪の場合は爆発したりといった事故が起こる可能性が出てきます。これは放電に関しても同様の事象が起こります。このように初期の SOC がばらついた状態から負荷に対して放電をしていくと、この上2つ、そして一番下のセルが先に 0% の充電状態に達してしまいます。この時、まだ下から2番目のセルは 20% の余力がありますけれども、その他のセルはすでに 0% に到達しているので、バッテリー全体としてはこれ以上放電することはできなくなってしまいます。これを強引に放電させようとすると、先に 0% の充電状態に達しているセルが過放電状態となり、これはこれでセルに劣化が生じてしまいます。続いて、このセルのアンバランスによる劣化の加速的進行のメカニズムについて話をします。ここでは簡単のために、2つのセル、 V セル1、そして V セル2で表される2つのセルが直列に接続された状態を考えます。そして理想的な状態として、初期の電圧が、等しい状態を考えます。このように初期状態としては、等しい状態であるにもかかわらず、実際問題、これら2つのセルには、個体差が必ず あります。例えば、容量とか、あと自己放電率とか、あと何よりも下げがたいのがこの温度分布です。いくら製造の時に個体差がなく特性が完全に揃っていたとしても、実使用時の条件において温度というのは完全に均一にすることは非常に難しいです。なので温度というのは必ず若干程度の差こそあれバラついてしまいます。このような個体差が生じた状態で長期間、バッテリーを使用していきますと、徐々にですけれども電圧のバラつきが生じます。あるセルの電圧は高く、他のセルは低いといったような具合です。このようにセル電圧のばらつきが生じますと、一般的にセルは電圧が高ければ高いほど劣化は早く進行するので、それによってこの高電圧のセルは劣化率が高いので、その分だけ容量が低下します。その一方、電圧の低いセルというのは劣化率が小さいので、容量低下も小さいと。ということで、このように電圧のばらつきが劣化率のばらつきにつながり、それが容量のばらつきにつながります。そうするとこの個体差がさらに広がるので、その広がった個体差によってさらに電圧のばらつきが加速する。でその電圧ばらつきによって再び劣化率に差がつき、さらに容量のばらつきが広がるといった具合に、このように加速的劣化の悪循環に陥ってしまいます。3つ目のセルアンバランスによる悪影響として、重放電可能エネルギー低下というものが挙げられます。でここでは、2セルを直列に放電する場合を考えます。これは横軸が時間で、縦軸がセルの電圧です。初期の電圧が揃っている状態から放電をしますと、このように2セルとも均等に放電していき、両方がともにこの放電許容最低電圧に到達し、放電終了となります。2セルともにエネルギーを最大限に有効に活用することができます。ですが、初期電圧がこのようにばらついている状態の場合、このように初期電圧の低い
セルが早期に下限電圧に到達する。でこうなってしまうと初期電圧の高いセルというのはこれ以上放電できなくなるので、この分のエネルギーを利用できなくなってしまいます。これによりバッテリー全体としての利用可能エネルギーが低下するということになります。このようにセルのアンバランスは加速的劣化とか、過充電過放電の恐れ、そして利用可能エネルギーの低下といった様々な問題を引き起こします。ですのでこういった問題を解消しつつ、バッテリーを長期にわたり有効に活用するためには、この電圧ばらつきを防止および解消するためのバランス回路というものが必要不可欠になってきます。ここではセルアンバランスの要因について考えていきます。要因様々あり、それぞれが複雑に絡んでいます。ここで列挙しているのは容量、劣化率、自己放電、インピーダンス、あと温度のばらつきについてです。でこれについて一つ一つ見ていきたいと思います。まず容量のばらつきです。この容量のばらつきというのは電池でいうところのアンペアアワーで表される容量で、電気二重層キャパシタの場合は静電容量ファラッドで表される容量のことです。でこの容量に関しては、日本のメーカーの技術というのは非常に優れているので、おおよそこの容量というのは揃っているというふうに考えることができます。ただ注意が必要な点としては、ロットが異なる場合です。製造のロットが異なる場合は、これ往々にして容量がばらついたりします。この劣化率、というのも、非常に理想的な条件では揃っているんですけれども、この劣化率というのはいろいろな因子によって影響を受けます。例えば温度が高いほど一般的には劣化が進行します。例として10度の温度上昇前に劣化は2倍進行するという、いわゆる10度2倍速の法則と呼ばれるやつです。続いて、あと電圧が高ければ高いほど劣化は進行する、これはカレンダー劣化によるもの。そして放電深度が深ければ深いほど、これも劣化が進行する、これはサイクル劣化によるものです。このように劣化というのも、非常に多くのファクターによって影響を受けるものです。なのでこの温度、電圧、放電深度全てを揃えるというのはなかなか難しいので、劣化率は、やはりこれはばらついてしまうということになります。で3つ目、これが自己放電率になります。で自己放電というのは一般的にはこれもですね、劣化率と同じように電圧が高ければ高いほど進行します。でこれは電圧については内的要因でですね、後に説明する外的要因と温度と一応区別するために内的要因と呼んでますけれども、自己放電というのはリチウムイオンバッテリーでは一般的に1ヶ月あたり数パーセント容量が失われる。でこれ電気二重層キャパシタの場合は1日で数パーセント、自己放電で容量が失われるといった具合です。そしてこの自己放電、これも温度依存性があってですね、温度が高ければ高いほど一般的にはこの自己放電というのは早く進行していきます。で4つ目がインピーダンスです。でインピーダンス自体は電圧のばらつきとかと容量のばらつきとか、直接影響することはないんですけれども、注意しないといけないのはインピーダンスのばらつきというのは発熱のばらつきに結びつきます。インピーダンスというよりも、むしろ抵抗と、読んだ方がいいかもしれないですけれども、電池を充放電する際にバッテリーに当然ながら電流が流れます。でその電流によって IG 乗 R のジュール熱が発生するわけです、インピーダンスを純抵抗と考えた場合です、なのでインピーダンスにばらつきがある場合はそれはすなわち発熱のばらつきにつながるわけです。そしてその温度の発熱のばらつきというのはセルの温度ばらつきにつながるので、その温度ばらつきというのはこの自己放電とか、あとは劣化率のばらつきなんかにつながっていくわけです。そして最後、これ温度ばらつきというのがこう書いていますけれども、先ほど説明したように温度ばらつきというのは、このように劣化率のばらつきですね、温度が高ければ高いほど進行すると、自己放電も温度が高いほど進行するという具合に、温度ばらつきというのは劣化率、そして自己放電のばらつきにもつながります。複数の因子があってですね、それぞれが複雑に絡み合っています。すべてのこの条件を揃えるのは極めて困難です。でこれは特に規模の大きな蓄電システムで、はよりこれは難しくなります。イメージとしては、例えばノートパソコンのようなバッテリー、4セルで構成されるようなバッテリーよりも、数百セルで構成される、電動車両のようなシステムです。やはり規模が大きいので、大きければ大きいほどシステム内の温度っていうのを均一に揃えるのは非常に難しくなります。なので温度差に起因するばらつきというのは避けられないわけです。でこちらは先ほど説明した各ばらつきの要素の相関関係を図で、分かりやすく表したものです。ここの上にはですね、容量ばらつき、自己放電ばらつき、そして内部抵抗ばらつき、これはインピーダンスですね。ここの薄い緑で囲っている部分は、これはセル単体の要因です。これは製造メーカーの技術によって抑えることができるような因子です。容量
量ばらつきとか、あと自己放電のばらつきというのは、まあ、結果的に電圧とか SOC のばらつきにつながります。で、電圧とか SOC のばらつきは劣化のばらつきにつながります。で、劣化のばらつきは容量ばらつきにつながり、さらには内部抵抗のばらつきにもつながります。で、内部抵抗のばらつきは温度ばらつきにつながり、その温度ばらつきはさらに劣化のばらつきとか、あとは自己放電のばらつきにつながるわけです。まあ、このように非常に複数の因子が複雑に絡み合って、ここで特にやはり注意しないといけないのがこの温度ばらつきです。先ほども言いましたように、これバッテリーシステム全体の設計に関わるものですし、特に規模の大きなシステムでは温度を均一にすることができない。その結果、この温度ばらつきが自己放電のばらつきとか劣化のばらつきに影響を及ぼすということです。なのでまとめますと、いくら電池の性能が良く、製造メーカーの技術が優れていて、全てのセルの特性が理想的に揃っていたとしても、ここの温度ばらつきが生じている限りは、やはりこういった自己放電とか劣化のばらつきにつながるわけです。なので、こういったばらつきというのは、電池単体ではなくて、バッテリー全体とか、あとそのバッテリーの使い方によっても影響を受けるということを意味しています。はい、ここのスライドではそのバッテリーシステムに来る温度ばらつきのイメージについて簡単に、図で表しています。これは3つのセルから構成される、モジュール、これを2つのモジュールを組み合わせて、バッテリーを構成したようなシステムです。なので2モジュールから構成されるバッテリーで、合計6セルから構成されるバッテリーを表しています。それぞれのモジュール、3セルから構成されるモジュールというのは、比較的サイズとしては小さいので、温度環境としては比較的均一に統一されています。ですがバッテリーシステム全体で見ますと大きな温度分布が生じると。これは例えばハイブリッド自動車なんかをイメージすると分かりやすいと思いますけれども、バッテリーが例えばですね、エンジンの近くに配置されているセルとラジエーターの近くに配置されているセルとでは、当然ながら温度環境は違うわけです。エンジンの近くはあったかいし、その一方でラジエーターの近くは冷えているといった具合です。このように、物理的なシステムのサイズがですね、大きくなればなるほどシステム全体の温度分布は大きくなるということです。はい、でこのスライドは、プリウスのバッテリーシステムにおける、温度ばらつきのが報告されていますので、その例をちょっと示したいと思います。これ横軸はモジュールの番号ですね。これ1から、およそ30いくつまで、モジュールの番号が打ってあります。で縦軸が温度です。一番低い、モジュールの温度が、48度、そして、一番高いものが、50度強という具合に、このように温度ばらつきが生じているわけです。このようにプリウスというのは非常に熱設計もしっかり、されているわけですけれども、やはりそれでも温度ばらつきは生じてしまうわけです。大きく容量ばらつきが生じるアプリケーションの例として、このバッテリーリユース時におけるアンバランスというものが挙げられます。これ最近よく、提唱されているというか、事業化されているようなモデルですけれども、電気自動車で、もうすでに使用済みとなったバッテリーを回収してきて、それをアセンブリし直して、別の用途にのバッテリーとして使うというものです。例えば大型の低地用の蓄電システムです。一般的に電気自動車における、バッテリーというのは初期容量の、70とか 80% ぐらいの容量まで低下した時を、寿命として定義します。これぐらい劣化してしまうと、自動車として使うにはですね、容量は足りないと、航続距離が稼げないからですね。はい、なので、このぐらいの容量まで低下した時に、もう寿命として定義して、新しくバッテリーを交換して再び電気自動車を使うということになるわけですけれども、このように70から80まで劣化したとしても、電気自動車として使うにはちょっと容量が不十分ですけれども、低地用途、移動帯ではない低地用途に使う分にはまだまだ十分使えるわけです。なのでこのように使用済みとなったバッテリーを回収してきて、それを別の用途で使うというシステムです。でこのようなものがすでにいくつかの会社からすでに事業化されている。ですがここで問題が生じます。当然、このように異なる電動車両からバッテリーを回収してきて、それをリアセンブリして使うわけなんですけれども、こういったバッテリーというのは当然ながら異なる使用履歴を得ているので、当然ながら劣化率とか、あと容量なんかも、もう鼻からばらついています。こういった用途では従来の一般的な用途よりもより一層このバランスをさせるという技術が必要になってきます。